いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちら流しのねトラップなんですが、はい、流しの排水口のね、はい、扉をね開けた時に出てくるこのトラップの部分からポコ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 音が鳴るので、ね、よく見るとちょっと、ね、ヘドロがついているので、これねちょっと洗わないと、音がね止まらないということなんで、はい、ちょっとね綺麗に洗っていきたいと思います。ここね下水道の方、ね、蓋開けて、ね、周り1回洗ってから、これから今、はい、洗浄していきたいと思います。では行きましょう。はいね、ちょっと見えてますよね汚いの。行きます。逆側から、はい、何歩か戻ってきますかね。ちょっと、はい、ね、流れてはきませんね。はい、ちょっと上の方からもやっちゃいましょうかね。はい、これね外しちゃいましょう一回ね。はい、ね、では行きましょう。はい、中にね網が入ってますね。これは一回避けましょう。避けながらね、はい、なんか思ったより汚れは出てこないような気がしますけどね。てな感じでね、そんな汚れてる感じはしないですね。はい、ここまでやれば汚れはね完全に取れたと思いますけれども。はいね、ここを外してこの中も綺麗ですね。はい、手なわけでトラップの洗浄終わりました。よいしょ、はい、これでね音が、止まればいいと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。